次の設定進みたいんですけど、どこチュートリアルでめちゃくちゃ沼ってる俺。暇なつ。おそす、どうも暇なつです。今日は世界一短いアクションゲーム The World's Shortest Action Game やっていこうと思います。最近やっぱ TikTok とかショートとか短い動画が流行ってくる時代だけ、もうゲームも短い方がいい。でも前置きも短い方がいい。行きましょう。 Please click here。 ゲームの初期設定。おー、でも聞いてくれるんだ。ちょっとやろうか。はい、ゲームの初期設定を行う。画面の指示に従って設定を進めて OK です。音量を適切な大きさにしてください。でも大丈夫そうだよね。うん。G に触れると次の設定、ゴキブリ？グッドラック。G に触れました。すべての足場が見えるように明るさを調整してください。はいはい。足場。はい。これは足場じゃない。は？あ、ちょっと待って。なんか、見えない足場ない？あ、調整しすぎれた。あ、いや、見せる気ないよね。すべての足場を見えるように。見せる気なかったよね。G に触れると、次の設定に進めることができます。Where is G? G はどこ？ここの明るさをなくしたら、下に行くとかない？ないね。え、これちょっとどういうゲーム？ちょっと G ボタン押したらいける？今 G のキー連打してないけど。次の設定進みたいんですけど。どこ？え、俺、待って。チュートリアルでめちゃくちゃ沼ってる俺。え、これ、世界一短いって嘘だよね。積んだのでは？SE はどこ？なるほど。字幕言語を選択してください。自由に触れると次の設定に。日本語でいいです。どうやったら届くかな？明るさは関係ないよな、多分。考え中。静かにしてね。じゃあ BGM なくしましょう。効果もなくします。待って、これ字幕言語じゃない？ Think be quiet。 絶対そうだよね。シンキングの、あれって。そういうことじゃなくて、何かがあるはずなんだ。ちょっと音楽止めて変わったぞ。 Hey stop BG！ なるほど。なんだこのゲームちょっと面白いな。時刻を選択してください。はい。ナイスウェザー、スリーピー。あれ？もしかして。違うんかい。グッドモーニング？オッケーオッケーオッケー。プレイヤーを操作するキーを設定してください。to jump press space。はい。ジャンプはスペースキー。オッケー。それは知ってるんよ。ジャンプを違うキーにしてみる。ジャンプは G キー。あ、これで。違う。to jump plus G。違うな。G に触れてはいるんだけどな、いろんな意味で。でもなんかちょっといけそうじゃない？待って。G から始まる他のキーってあるっけ？ページダウンキー。Windows キー違う。コンマ。なんとか、ここの壁をはみ出させることができないのかい。皆さん、私のブラウザの仕様で、ジャンプ力が弱くて、クリアできなかった、さっきの状況は。そんなことある？ちゃんと、ドアが開いてもクリアできないとは思わなかったんだけど。なんで、これでいけるかな。ということで、初期設定はもうすぐ完了します。時刻を変えるのはもう多分意味ない。軽さも意味ない。音楽が欲しい。でも別にミュージックは G じゃないからな。なんか普通に届きそうなんだけど。うわー、まあもう多分あそこの G に近づきに行くということではないんだろうな、多分な。うん。ご覧いただけただろうか。なるほど！なるほど！最後にプレイヤー名を入力してください。Well done. Good luck in the main game. I forget to put the goal. ちょっと日本語でなんてゴール置き忘れちゃった。お疲れ様でした。本番も頑張る。ああ、そういうこと？いやいや、これでいいんじゃないの？は？なるほどね。あ、小文字だからこれは違うのか。時刻も別に G にはなり得ない。プレイヤー名？ G とかじゃない？あ、俺の名前が G になった。はい。いけたいけた。え？で？あ、でもこれにたどり着けないか。関係ないよな。赤文字にしてんのなんかずるいよな。なんかちょっと埋もれてんのすごい、なんかありそう。いける？俺の G でゴールできないか。プレイヤー名とかってことじゃん。関係ねえか。じゃあ大文字にしてみよう。あ！なるほど。長い戦いであった。やっとチュートリアルが終わった。世界一短いアクションゲーム。本番行くぜ。は？いやいや、ちょっと待って。あ、もう名前は戻せねえの？いや、面白いわ。新しいゲームだな、これ。プレイ時間約2秒に対してこの動画の収録時間35分。35分？はあ！